こんにちは、藤沢です。これですね、釜山、市内のお店のですね、おでんの、状態、写真なんですけども、湯気が出ててですね、本当に美味しそうですね。もう寒くなってきましたんで、もう釜山も本格的な、冬に入りつつあるという状態だと思うんですけども、寒かった寒かったで、その寒さを楽しもうということだと思います。それでですね、こちらの、おでんもそうなんですけど、釜山の、2日間ですね、これがまた激安価格で出ておりますので、そのご連絡です。エアプサンを利用した、1泊2日の、フリープランですね、になります。時間帯としては、一番いいのは福岡発が9時25分、現地に10時20分に着きます。で帰りが翌日の17時55分、釜山発、18時50分、福岡着なので、十分、2日間滞在を満喫できると思います。時間のない方でもですね、ちょっとそこまでという感じになるかと思うんですけども、往復航空券とホテル1泊がついたお値段になっております。送迎はちょっとありませんけれども、空港、釜山の空港から街中までは、バスでもですね、タクシーでもすぐ着きますから、それは個人で移動できる範囲だと思います。価格です。価格がですね、なんと1泊2日で6800円で出てます。これ、安いですね。で出発日がですね、早くしないと空席もなくなるっていう部分もあるんですけども、12月でいうと、6、7、13、20、27、1月だと、10、17、24、31が6800円の、出発日、該当出発日になっております。その他の日でもですね、プラス代金で、出発日ありますので、週末がどうしてもという方は、それはそれで、料金はお出しできます。このですね、パンフレットで、ご案内をしておりますので、ぜひ寒い冬に、釜山で、あったかい、鍋、それからおでん、いかがでしょうか。以上、釜山の格安ツアーのご案内でした。よろしくお願いします。